私もあの頃は自分に居場所がないと思ってたし息苦しさから逃げ出したいって思ってたでもやっぱり裏切り者だよミヤハが死んだのは私のせいなんだ参列者が見守る中でキアンの白い棺が閉じられる多くの家族がそれを選ぶように棺の色は 死人に優しい薄ピンク色だ。まるで人が永遠に生きることが常識となって、それが不意に奪われたという不条理さを、明るく優しい色で覆い隠しているかのように思える。三列車も三列車で、ライトイエローやエメラルドグリーンの模服が目立った。そして、 キアンの冷たくなった体は近所の分解センターに霊柩車で運ばれる家族に付き添われた車がコミュニティセンターから出ていくのを私は見守った工場にはとてもじゃないけど行く気がしなかった友人が分解されるのをじっと待つのはとても耐えられそうになかったからそれに 私には時間もない。セラピーに捕まる前に、キアンを死なせることになったあの事件の原因を突き止めなければならないからだ。工場、溶かし場、分解センター。核戦争の放射能で突然変異のウイルスが蔓延した時代の遺物。遺体をタンパク分解性溶液で分解し、 溶液に適切な処理を施し、感染物の宿主としては無害化する死体加工場。混乱の時代の記憶。それは、半世紀以上経った今も生きて、死者を葬るしきたりの中に残っている。だから、遺体の脳を解剖して、医療分子で精緻に分析することはできない。 突然変異の疫病が荒れ狂ったザ・メイルストロムの時代遺体は何よりもまず処分しなければならない感染源だった遺体は新たな感染をもたらし上っ面の焼却では不十分ですらあったその頃の慣習とそれを支えた感情はまだ生き続け 現在でも遺体は簡単で速やかな解剖所見のみにとどまりそのムはタンパク分解にかけられることになっている画像所見はもちろん可能だけれどナノ単位の変異を見つけ出すことは医療分子による時間をかけた解剖をなくして到底あり得ないさよなら それと「ありがとうキアン」駐車場から葬儀場の外に出ようとする霊柩車を見つめそうつぶやいたキアンが答えてくれたかのように一陣の風が吹き抜けて私の顔を洗う少しだけ涙が出そうになった。 車が見えなくなるまで、私はずっと見送る。私の命を助けてくれた。そして、私たちをずっと気遣ってくれて、ミヤハを助けられなかったことをずっと悔やんでいた、私の友達。ミヤハにとっては、同志だったかもしれない。けれど、 今の私にとって、イカ道キアンは友達だった。私たちの中で一番勇気があって、一番大人だった女の子。